はい、いつもありがとうございます。曲がりゅうです。皆さんお元気ですか？はい。今日はですね、社長の〇〇屋について、まあ、T シャツからシルバーアクセサリーかも綺麗になったんでつけちゃいましたよ。Facebook 見てたら、友達の、まあ友達ですよね。だから僕の友達じゃないんですけど、なんかいいねとか押すとさ、その投稿がボールに出てくるじゃない。で、社長の右腕から、なんかってサービスを考えましたみたいな。で、まあ、その人のウォールに行って、まあ、見たらなんかビジネスやってる方らしいんですけど、新しくその新規事業でなんか社長の右腕かなんかやったらどうみたいな。で、まあ、すげえコメントが入ってんので、こんなのどうどうどうみたいな形でなんかそのウォールの中でブレストが行われてて、おいいなこういうのと思ったんですけどね。そういう発想って昔からよくあって、社長のなんとかとか、結構それをビジネスに考える人たちっているわけですよ。特にその秘書サービスとか代表的な、ちょかどこか忘れないようにキーワードをね、この社長のなんとか屋絡み、このなんとか屋絡みの一つに、そのここに書いてある秘書サービス、秘書サービスとかさ、なんか今回のやつはそのなんか社長の右腕とかなんか軍師とか、まあいろいろあるんですよ、昔から。要はあるんですけど、今日はですね、このまあ社長の〇〇屋、皆さんだったらその社長向けに、顧客対象が社長だということです。まあ機械お金に代わるですね、うちのメソッドでいうと、社長のまあプラスやマイナスを、この社長が持っているプラスやマイナスを、解決する、はい、解決してあげるビジネスですね。まあ、それはさ、人によってそれぞれだと思いますけど、大体その社長が困ってるってことは、まあ、まあ大体大きくやるとテーマ決まるわけですよ。人の問題なのか、彼の問題なのか、何かそのあらゆるリソースが足りないとかみたいな、まあ、ちょっとここリソースって書いておきますけど、で、大体これらっていうのはですね、何に起因するのかっていうと、例えばその時間がないとか、まあ、知らないとか、まあ、あるわけなんですけど、まあ、ちょっと社長って言うとさ、それこそ一人企業社長からね、年収何億円とかって、ちょっと範囲が広すぎるんで、ちょっと狭めましょうか。社長は社長でも、一人企業です。一人企業をしている。まあ、一人企業っていうか、まあ、株式会社でもなんでもいいんですけど、まあ、そうじゃなくてもいいんですけどね。まあ、特に昨日もその副業の話をちらっとしたと思うんですけど、まあ、これから自分で何かやってみようと思う人たちって増えてくると思いますし、増えてほしいなと思うんですけどね。まあ、一人でやってたり、まあ、従業員の人数が少なかったりすると、なんやかんや、なかなか言っちゃいけないですよ、世界三大言い訳は言っちゃいけないですよ。時間がない、自信がない、お金がないという世界三大言い訳は言っちゃいけないんですけど、まあ、できなかったこととかいろいろあるわけですよ。で、まあ、多分皆さん、こんなマトリックスご存知だと思うんですけど、間違えた、これ重要、緊急、はい、まあ、緊急で重要なことで、まあ、重要だけど、まあ、緊急じゃないことで、緊急だけどそんな重要じゃないことっていうのと、まあ、重要でも緊急でも全くないことっていう、でさ、この重要で緊急なことであったとしてもね、なかなかその日々の中でさ、なかなかできなくて今日もできなかったとかで、特にこのそんなに重要なんだけどそんなに緊急でもないっていう、ここね、ちょっと未来のこととかさ、いろいろあるわけなんですが、それらを解決するため の、どんなネーミングがいいのかってありきたりで本当申し訳ないですけど、社長のための便利なさ、だせなんかねえのかよ、もっと社長コンシェルジュとか、なんかこの辺ってさ、本当にアイデアの定義なんで、ちょっと社長かけるなんとか、なんか濃いキーワードですよね、探してほしいんですけど、皆さん便利屋さんっていうとどんなイメージ持ってます？便利屋さん、なんかさ、そんな
すげえことじゃないんだけど、それこそ日常のちょっと困ったことや面倒くさそうなことを解決してくれそうだっていうこの単語だったりこのビジネスからそんなイメージないですか。つまりそういうことを やるビジネスなんです。うん。で、その例えば今日もあったんですけど、そのお客さんから頼まれてその見積もりを出さなきゃいけなかったんですけど、その見積もりを出すために取引先に連絡したり、その調べたり、メールのやり取りをしたり、ファックスを送ってもらったりだとか、まあいろいろあるわけですよ。けど僕打ち合わせやってるし、打ち合わせやってる間はできないじゃないですか。そうすると止まっちゃいますよね。でその時に例えば電話一本でどこそさんに電話してさ、ところころ取り寄せてって、で、まあ、どういう条件なのか、納期や金額とか聞いといて、でそれをメールでお客さんに送っといてよみたいな、頼めたら楽じゃないですか。わずかそんな5分もかからないようなことをですね、伝えるのにですよ。で、まあ、僕が打ち合わせ1時間ぐらいやってる間にもう完結しちゃうじゃないですか。うん、まあ、どちらかというと、まあ、2に当たるのか3に当たるようなことなのかなんですけど、そんなことをね、気軽に頼める。だから、まあ、便利屋なんて言いましたけど、マルさん、それって秘書なんじゃないですかって言われたら、まあ、そうなんだけど、まあ、あとは、なんかある例えばさ、皆さんってパソコンの設定とか得意？なんか新しいプリンターがあったときに、そのプリンターを、とか、なんかそういうことです、そういうこと。で、あと、その、例えば、工事に立ち会っておいてっていう、今うちだとシェアスペース作ってますよね。この月末にも、インターネットの工事とかがあるんですよね。で半日とか潰れちゃうわけですよ。まあ、そこまでかかんないのかな。電話工事さんの時には2時間ぐらいかかったって言ってましたからね。引っ張って、それなんか即内配線指示してやってもらってみたいな。で例えばそんなことを頼める。でただ問題はさ、これどういうそのお金のもらい方をするのかだと思うんですよね。月額の定額制なのか、その重量制なのか、まあ、チケットなのか、まあ、いろいろお金のもらい方あると思うんですけど、ビジネスで大事なのってこの辺のアイデアなんて別に大したアイデアじゃないわけですよ。なぜなのかというと、もうすでにあるから、すでにあるし、そうやって最近 Facebook のウォールとかでも出てきているぐらいなので、まあ、誰でも思いつくわけですよ、こういうサービスは。そもそもビジネスなんて商品顧客販売方法を定義づけするだけですからね。ただ問題はさ、そのアイデア仮説をビジネスにできるのかできないのか、もっと言うと儲かるのか儲からないのかって話なんですよ、こういう話って。で肝は、まあ、今話したようなビジネス、あそれありだよね、それいいよねって、あマガちゃんそんなのあったら僕も契約するよとか言ってくれる人いるかもしれないですけど、一人企業家だったり一人社長だったり、実は僕もあれば使いたいなと思うんですけど、それにいくら払うのかってことなんですよ、払えるのかってことなんですよ。でこれって何との比較をするのかってことなんですね。例えばプレミアムなクレジットカードを契約してると、その24時間365日サポートしてくれるオプションがあるわけですよ。例えば今から、今日夜接待なんだけどいいお店ないですかとか、飛行機だったりとか、手配してくださいとか、電話一本でできるんですよ。僕もね、一回しか使ったことないしね超もったいなくね。でおまけにさ、マイルも貯めてるわけじゃないしさ、意味あるのかっていう話なんですけど、でも大体鳴らすと月1万ちょっとなんですよね、年会費っていうのは。それをその1万円が高いか安いかなんですけど、じゃあこれをいくらでじゃあやるかですよね。例えばさ、パートさんだったり社員さんを雇えるんだったら、まあ、頼めたりするかもしれないじゃないですか。そんなさっき言った今話したちょっとしたことをね、そんなパートや社員さんにお願いするのも申し訳ないですけどね。例えば時給1500円で、アルバイトさんを雇っているとしますよね。頼む仕事がその1500円に見合うか見合わないかということですよね。うん、見合わなかったらね、赤字になっちゃいますし、まあ、そもそも、まあ、パートアルバイトはヘッドフィーですけど、なかなか固定フィーでね、誰かやるのって初めリスク高いですし、まあ、だから一人企業家やってると思うんですが、まあ、その人たちにとってプラスやマイナスはあるけど、毎日あるわけでもないし、その思いついた時にとかっていうと本当に課金体制難しくなると思うんですよね。ちなみにですね、皆さんだったらいくら払いますよ、そういうもしこのサービスがあった時に。まあ、実際そのどんなサービスを提供するのか、まあ、メニューにもよると思うんですけどね。ちょっとした資料を作って
作っておいてとか、例えばなんかその予約販売のその商品買っておいてだとか、なんかどこどこに、例えばそのうちだとね、その昔僕が派遣会社やってた時は、これ前の動画でも話してるんだけど、相当前の動画なんですけど話してるんですけど、あのこのままなんかお中元が始まるじゃないですか。お中元とねお歳暮はね頼んでたんですよ、もう。で、あの支払いもさ、その子のカードでやってるわけ。なんでかするとカードにポイントが貯まるでしょ。あ、支払いしときます、後から精算してくださいみたいな。もうお互いにとって一石二鳥なんだよね。で、あのありがとうって言って、もちろんその間のバイト代も払うし、で、その人が選んでくれる、あのクライアントによって金額があるので、あのそこからね、あの選んでもらうと、百貨店に行って選んできてもらうだけなんですけど、でもそれってなんか社員にやらせるのもねもったいないじゃないですか。他のことやっててほしいですよね。だからなんかすごい思惑があってよかったんですけど、なんかそういうちょっとしたことをまあ頼む、なんか、あ、そうそうそう、なんか社長のためのパーソナルコーディネートとか、なんかいろいろあるよね。その服装がどうだとか、コーディネートしますとか、あと例えば僕にはその前占い師っていうのが3人いるんですけど、それともね、あの顧客体操ってね、社長経営者ばっかりなんですよ。そう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 、まあそう考えるとまあいろいろあるんですが、まあ今回は便利屋ということでですね、あ、どんなサービスを提供して、それをいくらで提供したらビジネスになるのかって話ですよね。うん、社長の右腕はね、ね、いくらだっけな、月30時間まで3万だったかな、そんな安くなかったか、月10時間が3万だったかな、なんか忘れましたけど、なんかその時間せいでしたね。まあちょっと基本ベーシックなモデルを考えてもらってですね、これどう、あれどうっていうのがあればですね、やるやっちゃおうかやっちゃおうかなってまああのどうなんだろうな、さっきその価格の話したんですけど、そのどうやってこのサービスを提供していくのか、まあ電話とネットだけなのか、その対面もあれなのかによっても違いますよね。あの皆さんご存知だと思いますけど、あのホームレス小谷さんですよね。その自分の1日を50円で売り渡してる、すごいなと思うんですけど、あとそのレンタルおっさんでしたっけ、おっさんレンタルでしたっけ。なんかね、そういう系のビジネスってね、今後本当ますますいっぱい出てくると思うんですよね。自分の時間は提供できるみたいな、その知識経験スキルじゃなくて自分の時間を提供する、そういうサービスありますよね。タイムチケットでしたっけ、その自分の30分とか1時間に課金かけていくで、できることやれることをみたいな、どん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 やっぱりその個人がですねなんか個人のためにってあると思うんですけど、まあ、逆に個人がですね、あの 2B のためにとか、まあ、いろいろあると思うんですよね。まあ、フリーのエンジニアさんだったり、フリーのなんとかっていっぱいあるじゃないですか。なんか考えてみてほしいなと思います。はい、てな感じで、いつもありがとうございます。なんか質問や疑問があれば Facebook のメッセージでも会社にメールでもでさ、そう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 、面白い話があるんだよ。あの、まあ、電話がかかってきてたんですよね。でうちの会社って、そのやってる会社によるんですけど、その企業家社員やってるブラッシュアップっていう会社って電話出ないんですよ基本なんでなのかというと、クライアントの大事なお客さんたちには携帯の番号を教えてるんで、携帯にかかってくるんで会社にかかってこないんですよ。で大体会社にかかってくるのって、なんか通信がどうだこうだとか、ホームページの SEO だとか、うるさいのばっかりですよ。営業ばっかりだから、コピー機がみたいな、出ないんですよ。でただそのたまに携帯電話とか PHS とかかかってきてると、なんだろうなと思って、その履歴からかけ直すんですけど、そしたらね、その、まあ、関西の人で、ある商品どう思いますかっていう相談だったんですよ。そうそうそう。で、なんかぶっちゃけた人で、まあ、それとか考えてるビジネスモデル、まあ別に守秘義務も何もないし、あの俺のお客さんでもないし、ずうずうしいやつなんで話してもいいんだけど、まあ、まあちょっとそれは置いといて、なんか初めね、その東京の、まあ、コンサルタントだったり僕みたいな人に連絡したんだって。でそしたら、それと関西人でしょ、なんかその物の言い方がきついからって、関西人はきついからとか言って、相手が怒っちゃって、
なんか話にならないみたいな。で次どうしようかと思ったら、まあ、東京がダメだったら、まあ、名古屋かなって、その名古屋の人を何人かピックアップして、そのうちの一人が僕だったらしいんですよね。で、まあ、言うわけですよ。なんかやっぱり東京の人は関西の人の話し方がうんぬんかんぬんて、でなんか相手を怒らせちゃってみたいな。なんか名古屋だったらいいかなと思って、で、まあ、そういうことやってる人をピックアップして電話したんですよって言うんだけど、その関西弁がね、そのうざいとかうざくないじゃなくて、あのまあ関西の人を見てるかと思いますけど、確かにさ、一般の人からしてみたらね、関西弁好きなやつもいればそうじゃないやつもいますよ。まあ、僕別にどっちでもないんですけど、でただその人って、で関西弁だから怒らせたわけじゃなくて、その話の持っていき方だとかがすんげえ強引なのね。あとでやっぱ言い方も、そうそう、それってさ、その方言がうんぬんかんぬんとかじゃなくて、あり方の問題なんですよ。だ例えば僕の動画見ると、なんか怒られてるみたいだとか説教されてるみたいだって思う人もいると思うんですよね。それなぜかというと、さ、僕がそういう口調だったりだとか、こういう表情だったり態度だったりするから、そういう印象を与えてたら申し訳ないなと思うんですけど、でその電話かけてきてさ、まあ、初対面じゃん、よく知らないじゃない。だけどこういうわけ、まあ、こういうビジネスなんですけど、その僕のビジネスに、面白いと思ってくれるか、興味関心を持ってくれる人とじゃなきゃやりたくないんですよと、無駄なんでっていうわけ。知らんがや、そんなこと。そもそもそのやってるビジネス自体は、はっきり言ったらね、僕がもう20年以上前にやってたことで、僕当時その業界で日本で一番の会社の通信のコンサルやってましたんで、いやお前より全然知ってるしみたいな。で面白い面白くないとかっていう話になると、別に面白くないんですよ。でそれでもさ、その商品サービスをそのビジネスにしたいとか、自分はそのエンジニアでね、売り込むところもないし、うんぬんかんぬんとかって話の中で、だったらもうちょっと違う提案の仕方があるだろうと思うわけですよ。いきなりそんな高飛車で来るなんて。その確かに僕もマラソンサイクルの3番目にテストいるかいらないのかテストしてくださいってお願いしてますよ。だけどその僕ビジネスは確率だって言うんですけど、そのオファーをする時のその態度だったり姿勢だとかってものすごく大事ですよ。その商品が言い悪い、プライスが合う合わないとか、そういう話だけじゃなくて、そういうのが一切なくたり、なんて言うんですかね、あなたの制約率を上げていくというかですね、だすげえもったいねえなと思って、ちょっと十分経ってて申し訳ないんですけど、もっと電話かけ直すんじゃなかったと思ってまあそうは言いつつもですね、なんかホームページに出てる人ですよねとか言って、何て読むんですかとか言って、いや曲がりょうですって名前言っちゃったんで、なんか嫌なやつだと思われても嫌じゃん。それ無駄に敵を増やしてもね、嫌なんでね、淡々と聞きながら、あ、分かりました、サイト見てまたご連絡させていただきますみたいなですね、不安とした感じになってますけど、そもそもさ、そのビジネスの相談、うちは有料でやってんだから、相談があるんだったらセッション申し込んでくるか、セミナーに来るか喋ろうって話でしょ。電話でいきなりさ、このビジネスどう思いますかみたいなで面白いと思うとしかやりたくないんですよ、知らねえよそんなことっていう、もうなめんなよっていう実はもう怒ってないんだけど、そういうの嫌いじゃないんだけど、実は結構好きなんだけど、まあいろいろあるなっていう。でもね、僕はね、その1点だけ評価してるのは、その、まあ、今からかってましたけど、ごめんなさい、からかってました、はい、からかってましたけど、行動してきてアクションを起こしたその人のことすごいと思うんですよ。調べて電話してきてね、その初対面でね、そのあり方がまずかったから今まで制約しなかっただけなんですけど、僕なんか別にね、そのビジネス、聞いてるビジネスに対してアイデアもあるし、反論もあるんで、全然やってあげてもいいかなと思ってんですよって、また上から見せるんですよね、やってあげてもいいかなみたいな、しょうがねえよな、向こうが上から出てくるんだからみたいな、まあいいや、そんなくだらない話は、もう、20分になってる、もう本当ごめんなさい。もう長ければ長いこと嫌われるよな、もう登録チャンネルは、チャンネル登録削除されたりさ。でさ、そもそもさ、僕のクライアントお客さんで、YouTube のこのチャンネルに登録してくれてない人っていないよね。で、見てますって言うんだけど、見てますってやれる割に、いいねもねえし、コメントもないのはどういうことなんだと。いや、コメントはいいよ、別に無理にしなくても、その、Facebook でもさ、なんかでくれてもいいんだけどさ、せめて見てくれて参考になったらいいねぐらいしてくれよみたいな。ねえ。はい。ってな感じで、参考にならなかったら押さなくてもいいんですけど、参考にならなかった時に、よくないのを押さなくていいからね。よくね、なかったら見なきゃいいんだから、もう。
相手な感じでいつもありがとうございます。それではまた。